はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、塩と申します。本日はですね、ここ千葉県にあります千代浦駅に来ております。今回はですね、私最近スーパーカブという、アニメを見ましてですね、こちらのアニメなんと4月の13日に、Amazon プライムから、見えなくなってしまうというわけなんで急遽見てるわけなんですけども、まあその際にですね、スーパーカブの中では、ツーリングというポジションなんですけども、私、まあそんな感じのツーリングがしたいというわけでですね、今回は、自転車を使って、サイクリングをしたいと考えております。ですので今回、千代浦駅から、千葉県にあります北西部、柏駅の方まで行きたいと考えております。というわけで今回はこちら、私の自転車を使いまして、ここから柏駅まで行きたいと思います。距離といたしましてはだいたい40キロ、まあ、40キロ過ぎくらいですね、移動してみたいと思います。まあ途中途中、休憩を挟みながらにはなると思いますけれども、サイクリングをしてみたいと思います。というわけで、柏駅まで行ってみましょう。それでは、はい、というわけでですね、今だいたい 7.3 キロを走ったということになります。結構サイクリングが気持ちいいですねこれは。いや、やっぱスーパーカブの影響を見て、サイクリングをしてるんですけども、いや今日はこんな感じですごい天気も良くて絶好のサイクリング日和です。ちょっと風が強いんですけどね、あそこの旗を見れば分かると思うんですけど、ちょっと風吹いてるんですけども、いやこれはまあ涼しい風というわけで。そうですね、まあそんなわけで全部で40キロなんで、そのうちのまだ10分の1もいってないんですけども、まあ、引き続き頑張っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、というわけでですね、今走行してから 14.6 キロというところで、まあ半分まだ行ってないんですけども、ただいま、上に見えますのは国道16号線、こちらをずっとまっすぐ行くと埼玉県の春日部市の方に向かいます。そうなんです、さっき千葉県にいるのにもかかわらず、道路標識で春日部という文字を見ました。ここ千葉県やでとか思ったんですけど、そうなんですよ、この道をずっとまっすぐ北に向かうと、埼玉県の春日部の方向に向かうというわけで、さらには、こちらの道をずっとまっすぐ行くと、僕の目指している柏駅、柏の方も見えます。この道を大体20キロほど走行するといった形になります。というわけで引き続き頑張っていきたいと思います。では行ってみましょう。さあというわけで、16号線を走り始めてから、だいぶ経ち、千代浦駅を出発してから30キロが経過したという地点に来ているんですけども、現在ここはどうかと言いますと、こちらに見えております鎌ヶ谷という文字、そう柏市鎌ヶ谷にまで、来ております。というわけで柏駅までもう少しというところ、こちらは柏市に入ってすぐのところですね。いや柏市まで来たというわけで、もう少しというわけですね。いや結構遠いっす。千代浦駅、こちらは千葉市ですね。千葉市を出発してから船橋市、そして白石を経由してこちら柏市まで来ております。
今このまっすぐ伸びている道なんですけども、こちらが16号線、残り5キロ残り5、6キロを走って、16号線ともお別れということになっております。というわけで、まだ16号線続きますが、柏駅までもう少し残り数キロという地点まで距離来ております。なのでもう少し頑張っていきたいと思います。では、行ってみましょう。はい、というわけで、柏駅まで到着いたしました。距離にしてだいたい36キロほど走行したことになります。いやースーパーカブの影響で、サイクリングをしたいということになったんですけども、このように、たまにはフラッと、外に出て、ツーリングやサイクリングをしてみるのも、いいかもしれません。というわけで、今日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、しおでした。バイバイ。柏駅だー。